16年前ですね、日本 IBM という会社にいたんですが、そこを脱サラして、この会社を創業してるんですね。で当時何をしようとしてたかといいますと、 IBM のコンピューターって、非常に大きなコンピューターで、例えば銀行さんなんかが使ってると、もうものすごいスペースに、いっぱいコンピューターを置いてですね、稼働させるんですけども、これを例えば IBM から他のメーカーにこう移そうとすると、コンピューターを並行ランさせないといけない。それも1年とか2年とか。で、実はこういった並行ランのセンターが あまりなかったんですね。で、こういったものを始める。それによって独立をしようと考えてまして、それを考えてた頃にですね、アメリカからダウンサイジングって大型の汎用機がどんどん小さくなっていっちゃうと。で、このまま事業として、思ってたものをやるとうまくいくかどうかわからなかったんで、急遽それをやめたんですね。一方で会社にはもう辞めるって言ってしまってますから、じゃあどうしようかということで、最初は何をやったかって申しますと、車の名義変更なんですね。名義変更ってのは車検証があって、車って登記物件ですから、所有者が変わったり使用者が変わったりすると登記を変えないといけない。それから車を陸運局に持ち込んで名義を変えないといけないってややこしいのもあるんですね。オートリース会社さんですね、ここがお客様が合併したりしたときに、車を陸運局に持ち込んで名義を変えないといけない。で、名義を変えるだけですと行政書士さんというのがいらっしゃって、簡単にできるんですが、車を持ち込むというと大変なんですね。で、我々考えたのは、車の陸送屋さんと行政書士さんをくっつけて一つの商品にしようと。実はこれあまりお金かからないですね。我々のリソースじゃないですから。ということで、IBM も辞めて独立して、いろんなオートリース会社をそれで回りまして、それでお客さんにほとんどのリース会社になっていただいたんですね。で、それをやってるうちに、実はオートリース会社さんのお困りなことって他にもあって、リースが終わった車を売るんですけども、これがなかなか高く売れなかったんですね。で、これを、入札会、一種のオークションなんですが、車を我々がお預かりして一度に集めて、全国のバイヤーさんを呼んで、いわゆる競争原理を利用した入札会オークションを企画しようということで始めたのが今のビジネスの起源なんです。これが15年前になります。